雨が降り始めています。まもなく試合開始。神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いやもちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ、野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。しっかり繋げてきましたね、まあ、そして彼はチャンスに強いバッターなので、ね、期待を持っていいんじゃないですかね、このチャンスに期待がかかる村上がバッターボックスです。これはどうか、大きいぞ、切りました、ファウル。フェアならば同点かというところでした。来た、一直線、さよならだ。村上さすが4番の一振り、逆転サヨナラ満塁ホームラン。試合を決める劇的な一発となりました。今サヨナラのホームイン、なんという劇的な幕切れ。4番の仕事を見事に果たしてくれました。ホームベース上でもみくちゃです。ヤクルトスワローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。小宮山さん、逆転満塁サヨナラホームラン、最後はこれ以上ない劇的な幕切れが待ってましたね。そうですね、まさか逆転満塁サヨナラがという感じですかね。放送席3人ともびっくりな試合でした。勝ったヤクルトスワローズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のドラゴンズですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。